少女高校生以下の部2月19日愛媛県県民文化会館で令和3年度笑顔感動物語表彰式イベントが開かれました。これは笑顔という言葉を全国に発信し県の知名度向上や愛媛ファンの獲得につなげようと2014年から行われているもので、今回で8回目になります。このイベントに先立って自分がかつて経験した出来事を800文字以内で表現した感動のエピソードと、笑顔あふれる感動の写真を全世界から募集。この日はエピソード部門4904作品、写真部門5602作品の応募の中から選ばれた受賞作43点の表彰が行われました。おめでとうございます。ゲストには俳優の一世尾形さんや女優の今野美佐子さんらを迎え、入賞したエピソードの朗読が披露されました。優秀賞、笑顔のために川越沖。私の家は中華料理店だ。両親二人で小さな店を営んでいる。共働きというのは珍しいことではないし仕方のないことなのだが、私は幼い頃からこの家庭環境を少し憎んでいた。母が家に帰ってくるのは昼休憩の少しの時間。家族でご飯などほとんどなく、毎日ラップをかけられたものを温める日々。また笑顔感動物語の名誉審査委員長で昨年12月に逝去された新井満さんをしのんで、かつてのイベントを振り返る動画の上映や、中村知事が新井さんにまつわる思い出などを話しました。いきなり新井さんがこんにちはの前にですね、私に言ったのは、ちょうど恋し結婚し母になったこの町でおばあちゃんになりたいっていうイベントの市長賞の作品が後ろに飾ってあって、いきなりそれを見て、市長これ誰かに詩を膨らまして音楽つけたらとてもいい曲できるよ、これが第一声だったんですね。で、僕が返した第一声も、まあ新井さん作詞家でもあり作曲家でもありミュージシャンでもあり作家でもあるから、まあ言い出しっぺの新井さんが作ってくれたらいいじゃないですかと、お金ないんでタダでやってくださいよって言ったのが最初にかけた言葉だったんですが、新井さんがそれを見てうーんとなってですね、分かったと、で別れたんですね。でその日徹夜して、翌日朝会った時に、昨日寝ずに作り上げた、そこで生まれたのがこの街でという歌だったんです。このイベントの模様は3月上旬ごろ愛媛 CATV イベントチャンネルで放送予定です。ぜひご覧ください。この街